とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、新しく出てきた極ボスに、ソロ攻略、やっていきましょう。今日行くところが、これ。極、古代不思議発見。ここね、なかなか、難しいんだよな。まあ、行きましょう。はい。こいつね、一番嫌いかもしんない。ダメージ自体は全然ね、ドーベルとかマゼラの方が上なんだけど、こいつね、かなり、こう、スタンさせられるんだよね。かなりスタンさせられる。だから、そのスタンしてる間に、ものすげえラッシュ食らって、やられるんだよな。なんで、ワイルドボーイとかで行けば、いいかな。ワイルドボーイはこいつほんと、適正だと思う。動きこいつ遅いから、よし、ちょっと、無理せんぞ。遠くから攻撃をね、ワイルドアクトとかしていけば、全然余裕で勝てると思うんだけどね。ちょっと近接で中の方に入ってしまうと、ちょっと、戦いづらい。ダメージもね、やっぱり、ドーベルたちよりも下って言っても、結構もらうのよ。もらう。で、さらにそれにスタンがついてくるから、それでさらにダメージがね、増えて痛いんだよな。特殊攻撃的なものはないにしろ、一発一発がそこそこ重いんで、連撃を食らうと、まずい。やべ、危ねえ。多分、あらゆる攻撃にこいつのはね、痺れ属性がついてるから、やばいんだよね。よし、オッケー。基本的には遠距離からの、こういう攻撃で削っていきましょう。まあ、バーストするまではね、そこまで怖がることもないんだけど、バーストしてからはマジ要注意。バースト後は、基本近づきたくない。やっぶね。あ、取れるか。あー、ミスったー、やばい。やべ。ほぉ。こうなっちゃうからね。ほんと。攻撃一発一発の、モーションが短い。大体のはね、赤いのが出て、攻撃が分かるようになってるけど、こいつの分かんないもんね。あ、ダメ。取れない。取れないときは、無理をしない。マルチでね、猫スカドライブで、囲んじゃえば、おそらくもっと楽勝なんだろうけど、ソロで行くとなると、厳しいぜ。ソロは厳しいよ。ワイルドボーイにしとけばよかったと若干思う。あ、でこのね、新ボスたちの怒った時、バーストした時に出てくる竜巻、絶対食らっちゃダメ。必ず死ぬから、あの竜巻だけは当たっちゃダメです。でこのね、バーストしてる間、敵がは逃げとくっていう手もあるよ。むしろ逃げといた方が間違いない。あ、やばいやばいやばい、竜巻が横に出てきた。竜巻死ぬからね。あ、いやいや、寄らん方がいい、寄らない方がいい。ほんとスタンからのラッシュでもうがっつりやられるから。よし、まあ、ちょっと近づいてみよう。ちょっとチャレンジ。無理無理こう、あれ今のスタンついとったら相当もらってたよ。もらってたどころかやられてた可能性が高い。よし、元に戻った。あ、戻ったね。元に戻ってくれると安心するわ。またすぐなるし、お前。やっぶねー。
こんなところに。危ねえ危ねえ。ほら、まあ、とにかくほらこういう時は危ねえ。お、竜巻食らうぞ食らうぞ。ここだね、竜巻やめろ。ほら安全に行こうよ安全に。あいった危ねえ、食らったかと思ったら食らってはなかった。これ こんぐらいしか削れないのか、もともと HP が高いからか。もう攻撃ポーションが短すぎるよお前。鬼か。よし OK、 よし。あ、いやもう無理、バーストしてるときは無理だわこれ、諦めよう。そろそろ切れるっしょ、そろそろバーストも切れるだろうから、ちょっとそこで攻め込もう。嘘やば、ほら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 、こんな感じでほらほら、ああいう感じのが来る。うわーひどいな、このバーストする確率ひでえな。やっぱり俺こいつが一番嫌いだわ。マゼラとかドーベルはもうちょっとね、こう普通でいる時間が長いもん。もうちょっと良心的、こいつばかりはもうそんな。やべ、あっぶね、死ぬとこだった。足元から出てきやがった、足元から出てくんなって。よし一発入れて退避。よし、あ攻撃に行きたいけどな。行け、よし、おーい。あでもなんかちょっと若干攻撃しとかないと変身なんか切れちゃいそうな感じがする。いや無理やろ、無理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 だった無理だった。オッケー、チャンス。うわやっべ、スタン、うっそ、また。いやこれもう無理なんだな、わかった、もう攻め込むしかないんだわ、攻め込むしかありません。もう行きましょう、そこそこまだ回復もあるしね近づけないよ、ちょっと、おい、 OK。 やっぱ麻痺がきつい。ああ、おい、まあまあ麻痺がきつい。そろそろバースト終わるっしょ。おい、攻撃がもうひどいぞ。おいおいおい、でもバーストももう終わりだ、バースト終わりやろう。よし、おいって、オーケー、チャンス取る。オッケー、もうちょい、そこでそこでしてくる。大丈夫、あと12発で多分倒せるから、うん、これで若干削ってあと1発いきゃいいでしょう。うわっ、キュー、ギャー、ギャー、いけ、きっつい。もう本当に一番嫌いな敵かもしんない。攻略法としては、うん、ワイルドボーイで行って遠くからワイルドアクトを連発するといいと思います。
はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや